はいどうもこんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、V ポイント祭り抽選で1億円相当の V ポイントが当たるチャンスということで、今回は三井住友の V ポイントについてですね。この動画では V ポイント、そしてポイントアップモールのキャンペーンの解説と参加する理由についてお伝えします。ぜひですね、普段から三井住友カードであったりとか、三井住友ナンバーレスなど使っている方は参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回お伝えさせていただくキャンペーン、二つお伝えしたいと思うんですけども、まず一つ目はこちらの V ポイント祭り、抽選で総額1億円相当 V ポイントが当たるキャンペーンでございます。こちらのキャンペーンすでにスタートしておりまして、11月30日まで開催中でございます。ではですね、キャンペーンの詳細を一緒に見ていきましょう。まずこちら、今なら抽選で総額1億円相当の V ポイントプレゼントということで、その内訳としたら、10万円相当、10万ポイントが100名様、そして1000円相当、1000ポイントが9万名様というような、 打ち分けとなっております。 キャンペーンの流れ、至ってシンプルで、まずは対象カードでエントリーをすると。対象カードはね、ご覧の通りとなっております。まあ僕がね、よく動画で紹介させていただくリストカードといえば、三井住友のナンバーレス NL ですね。あと僕が持ってるのは通常のね、三井住友カードであったりとか、少し前に話題になった三井住友ゴールドのナンバーレス。まあこういったものが対象であったりとか、もしね、対象のカードを持ってる方がいらっしゃれば、こちらのページからエントリーを行ってください。で、その後ステップ2ということで、ここが今回のポイントですね。エントリーした対象カードでお買い の期間中のご利用金額合計税込み1万円を一口として終戦ということでございますまあ、おそらくねもう今三井住友ナンバーレスとかをメインカードで使われている方はまあ結構1万円でサクッと行く方も中にはいらっしゃるかと思いますんでとりあえずそれでお買い物すれば一口としてエントリーがされるということでございますであとはねここにも出てるようにコースが多いほど当選確率アップということでございますで今回このキャンペーンいいなぁと思ったところこのよくあるご質問のところにですね表示がされてた なんですけどもここでですね、どんな利用が抽選の対象になりますかということで、まあ、クリックをしたらね、ご覧のようなページが出てくるんですけども、こちら、プリペイドカード、スマートフォンアプリ、V ポイントも含む、や、決済アプリ、電子マネーへのチャージ利用、ETC、そして、各種公共料金や納税も対象となりますということでございます。これめちゃくちゃすごいいいですよね。まあ、少し前もね、V ポイント祭り開催されてはあったので、ま、あ大体ここら辺も確か対象だった気がするんですけども、今回の V ポイント祭りも こちらも対象ということでございますなのでとりあえず V ポイントアプリに今チャージをしたりであったりとか決済アプリなんでスマホ決済であればまあ、D 払いであったりとかマ、まあ、スターブランドであれば au ペイとね連携して使ってみてもいいと思いますしでね納税も対象なのでなのでまとまった金額を納税する場合はね抽選にもしかしたら当たる可能性が出てくるかもしれないということなのでこれはねちょっと嬉しいところではありますよねで当選された方に関しては12月下旬ということですのでまだねキャンペーン始まったばっかりなのでまあわかるか どどううううかっていいいいののはは結構後の方にはなるととと思うんででですすすけどもこ、まあ、これぐらいあたりが目安ですよということでございますちなみに、エントリー方法ですね。VPAS アプリから行うことができるんですけども、ちなみに、エントリーに関してはね、先ほどのページからもそうですし、VPAS アプリからでも簡単にすることができるんですが、これね、僕の VPAS アプリの画面なんですけども、左下にお得情報とあるので、ここをタップすると、ご覧のようなお得情報、キャンペーンの一覧が出てきます。まあ、先日ね、動画でアップしたファミリーマートのビザのタッチ決済とか、まあ、そのキャンペーンであったりとか、この画面をですね、左にスライドしていただく と今回のキャンペーンが出てきますのでこれをタップしますそしたらですね今解説した画面が出てきますので下にエントリーこちらと出てきますのでこちらをタップしていただくとまあ僕はねこのキャンペーンというかこの動画を作る前にすでにエントリーをしてますのでキャンペーンエントリーエラーと出てきますまあこれがね出ていればしっかりとねエントリーしてる状態ではあるのでまだされてない方はねエントリーをしてくださいでもしですね該当される方は気をつけてほしいんですけども一旦この画面戻っていただいて例えばですねここの三井住友ビザ NL のところタップ するとまあご覧のような三井住友カード僕の場合は合計で1,2,3枚持ってますビザラインペインクレジットカードを除くんですけどもこの3枚持ってる方であればそれぞれでエントリーが今回必須となってますんでなので複数枚持ってる方はですねそれぞれのエントリーを忘れずキャンペーンに参加してみてくださいで続きまして2つ目のキャンペーンですねこちら秋のポイカツ応援キャンペーンポイントアップモールで最大5万円分のポイントが当たるキャンペーンでございます で、このキャンペーンもすでに始まっておりまして、10月31日まで開催中でございます。内訳としたら、1等に5万円分のポイント、抽選で10名様、そして2等に2000円分のポイントが2000名様に当たるということでございます。でですね、まあ、一瞬気になった方もいらっしゃると思うんですけども、そもそもポイントアップモールってなんぞやってなったと思うんですよね。あまり僕もね、紹介したことはないんですけども、こちら、三井住友カードが運営するネットのショッピングモールということでございます。まあ、簡単に言うとですね、あの、ポイントサイトにちょっと近いかもしれないですね。とある ポイントサイトを経由して Yahoo ショッピングに入れば、ポイントサイトの1%還元とか、まあそれにね、ちょっと近いかなと思います。まあ実際の画面を見ていただいたらすごい分かりやすいんですけども、これがね、ポイントアップモールという三井住友カードが運営するページなんですけども、今のね、キャンペーンページもしっかりと出おります。で、画面を下の方に下がっていただくと、人気ランキングっていうことで、ご覧のようなね、楽天とか Yahoo とか Amazon とかふるさと納税とかご覧のようなページが出てきます。なので、まあ簡単に言うと、このポイントアップモールを経由して楽天に入ると0.5% 分がねポイントアップモールで還元されるということとでございますもちろんね還元率的に見るとポイイントサイトサの方が若干高いいかももしれないんですけども、まあ、この中で言うと、このふるさと納税、里フルですね。これが1.5%なので、これをクリックしたら、まあ、こちらのページが出てきます。ポイントアップモールを経由して、里フルで、まあ、いわゆるその、ふるさと納税を行ったら、ポイントアップモールがわで1.5%が還元されると。なので、直接この里フルに入るよりか、ポイントアップモールを経由した方がお得ですよ、ということですね。ちなみにですね、このショップサイトへというところをクリック すると一旦で、すねご自身の V パスアプリでログインをする画面が出てきますでログインができましたら次に、ログインカードの確認ということで、僕の場合、三井住友カードのナンバーレスか、普通のビザか、マスターかっていう風に選ぶように出るんですけども、まあそれをね、何か一つ選んでいただいて次に進むと。とすると、しっかりとこんな風に、ポイントアップモールを経由してショップに移動していますっていうような画面が出てきます。ちゃんと1.5%還元されますよーということで、ここからちゃんとサトフルの画面に変わるということですので、直接このサトフルに行くと、 くのではなくて今回紹介するこのポイントアップモールを経由すすれれば1.5%還元されるるプラスキャンンペーンにも参加でできるとといいうことでございます今回のポイントアップモールのキャンペーンというのは条件としたらですね、V ポイント及びワールドプレゼントの対象となる三次セミ住友カード会の皆様ということでございます。で、条件はですね、エントリーした上で期間中にポイントアップモール経由で利用金額の合計1万円を一口として抽選されるということでございます。これはね、税送料など除くということですね。で、特定の付与時期 なんですけども2月中旬ということで、すすののででででかななりねね忘れれれた頃に付与さささそううよ、ね、なのでもしし、ね、エエンントトリリーーる方はエントリーを行っててて参加してみてくださいていうこととこちょっと一旦ですね、話は戻すんですけども、今出てるこの V ポイント祭り、抽選で1億円相当の V ポイントが当たるキャンペーンということなんですが、こちらのまあ参加すべき理由ということなんですけども、というかは、参加するのにおすすめな方ですね、そこをですね、ちょっと僕の方でピックアップをさせていただきました。ある程度、まあ、把握できてると思うんですけども、まあ、3パターンということで なんですけどまず一番目に、日常的に1万以上利用されてる方ですね。結構ね、僕の動画を見ていただいてる方でこちらの三井住友ナンバーレスを作成された方結構いらっしゃると思うんですけども、まあそんな中でね、やっぱりこのセブンイレブンファミリーマート、ローソン、マクドナルド、ここでタッチ決済をすれば5%還元という特典があるので、おそらく、まあコンビニだけでも1万円を利用されてる方も中にはいらっしゃると思うんですよ。もうそういった方はね、もう絶対エントリーをした方がいいと思います。っていうか、しないともったいないですね。まあマクドナルドだけで で、すすすすけどもも結構ねねコンンビビニをヘビーーででで利用されてる方はうう絶対エントリーすべきだなといいううに思いますで続きまして、2パターン目なんですけども、こちら、やっぱりこれですよね。三井住友ナンバーレスの100万円修行ということで、ま、結構ね、これも利用されてる方いらっしゃると思うんですよ。ま、こちらね、少し前に出てきました、新しいカード、三井住友ナンバーレスのゴールドということなんですけども、ま、先ほどお伝えしたのは5%還元の特典以外にも、今こちらにも出てるように、年間100万円を利用することによって、 永年無料年会費が永年無料になるプラス1万ポイントが還元されるということでございますなのでこの2つを目指して今100万円を使用されている方はおそらく何らかの形でこの三井住友ナンバーレスを使うことっていうのは今増えてきてると思うのでまあこれは必ずと言っていいほどまあエントリーはした方がいいのかなという風に思いますで最後3つ目なんですけどもこれはですねどうなるかどうかちょっと僕も正直定かではないんですが SBI のクレカ積立過去1万円以上ということでこっち こちらもね、何度か動画で紹介したことがあるんですけども、まあ、これまでね、2回動画にして、まあ、講座の解説方法とか、どんな風に、まあ、三井住友カードをセットするのかっていう風にお伝えをしているので、まだ見られてない方は参考にしていただければと思うんですが、まあ、こちらのね、三井住友カードと SBI 証券のカード積み立てっていうのがつい最近始まったんですよね。カード積み立てで最大3%分の V ポイントがもらえますよということで、このクレジットカードでの積み立てっていうのが上限金額が月に5万円までなんですよね。まあ、僕はね、上限の5万円でセットはしてるんです。 けどもも、まあ、最低の1万円からもし行っていうに思ってますっていうのも、まあ、キャンペーンのページには、クレカ積み立ては対象外とか、まあ、そういった記載はなかったので、おそらくいけるんじゃないかなと思ってます。な、まあ、これに関してはちょっと問い合わせてないので、明確なことはちょっとお伝えすることはできないんですけども、まあ、記載はされてないので、とりあえず、クレカ積み立てされてる方はエントリーしてみてもいいと思います。なので、僕の場合は上限の5万円を毎月積み立ててるので、キャンペーン期間中は、 3円で一口だったので5口って言うんですかねその分エントリーができるような気もします もしね、これに関して分かる方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。ということでね、参加すべき理由、参加するのにおすすめな方ということで、まあ、こちらね、3通りに分けてお伝えをさせていただきました。正直これ以外にもおそらく他に理由があるかもしれないんですけども、大体ね、まあ、三井住友カードを使っている方でメインカードとして使っている方は、本当にね、参加がおすすめですので、ぜひエントリーをしてみてください。ではですね、今日お伝えしたキャンペーンサクッとまとめましょう。まず V ポイント祭り1億円相当当たるキャンペーンについてなんですけども、内訳として10万ポイントが100名様、1000ポイントが9 万名様期間はすでに始まっておりまして11月30日まで開催中でございますで参加する条件なんですけどもエントリーした上で利用合計が税込みで1万円これを一口として参加できるみたいですでこのキャンペーンの参加条件としたらエントリーした後に利用合計が税込みで1万円を一口としてこのねコースが増えれば増えるほど当選確率がアップするということでございますで対象カードなんですけども三井住友カードナンバーレスとかナンバーレスゴールドとか他にもね対象カードありますんでこれはねキャンペーンページを確認してみてください。で、補足なんです ですけども電子マネーーのチャージとととか公共料金納税なども対象いいうことでございます続きまして、ポイントアップモールのキャンペーンなんですけども、最大5万円分が当たるキャンペーンということで、こちら1等が5万ポイント、これが10名様に当たると、2等が2000ポイントが2000名様に当たると、期間は10月31日まで開催中でございます。 で、条件なんですけども、エントリーをした上で、利用合計が1万円以上ということなんですけども、これに関しては税送料などは除くということでございますので、ここは気をつけてください。で、対象カードなんですけども、V ポイントワールドプレゼントの対象となる三井住友カード会員ということでございます。まあ、そんなことまで今回は三井住友カードで開催されるキャンペーン大きく2つに分けてお伝えをさせていただきました。結構ね、9月に関してはいろんなキャンペーンが開催されてるので、ま、どれに参加しようかしようかって迷ってる方いらっしゃると思うんですけども、 まあ一番いいのはご自身がどのポイントを貯めたいかとか、よく利用するお店とか、まあ、それを、まあ一つの決済で、まあ集中していくのが一番ポイントが貯めやすい方法かなというふうに思ってますんで、まあ強制的にね、これに参加しましょうっていうわけでもないので、そこはご自身の判断にお任せします。まあ僕はね、今回この V ポイント祭りに関したら、SBI 証券のクレカ積み立てがおそらく対象かなというふうに思ってるので、とりあえずエントリーだけはしてますんで、まあ当たったら嬉しいなというふうに思っております。 で、今回のキャンペーンの公式リンク、そして過去ね、解説した僕が SBI 証券のクレカ積み立ての動画のリンクも概要欄に貼っておきますんで、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければな、と思います。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました